関節リウマチにお悩みの方へ、朗報です。ただし、すべての方に適用できる保証する内容ではありません。人間個人個人差があります。関節リウマチで誰もが悩んで、はいません。個人差があります、60代女性、関節リウマチで悩んでいました。生物学生剤を服用していても消えない。痛み。薬が切れると、さらに痛みは再現。薬で消えない。 手首の痛みに特に悩んでいました。関節リウマチはどうして起きるのインターネットで広島精神科医 F 先生がおっしゃるには関節リウマチは栄養不足が原因らしい。栄養不足を解消すれば治る実績があるらしい。栄養失調改善を考えていたけどその方法について具体的に実行策が見出せなかった彼女たまたま知り合いのおすすめで 米国、ユタ州にある会社のデトックスプログラムを実行してみたサプリを取る過去に何回か実施したデトックスプログラム以前はプログラムより少なめで効果はいまいち今回は時間と摂取量プログラム通り実施中は家族に手首痛み解消に家族がマッサージデトックスがくれた変化プログラムが終わりに近づくと家族のマッサージがいらなくなった 手首の痛みに変化が起きた。本人は嬉しい。関節リウマチで最後まであった。手首の痛みが薄らいだ。最後に、彼女の体験が関節リウマチに悩むすべての人に共有できるものではありません。しかし選択肢の一つとしてありかなと思います。デトックス効果と医学界とは共通の接点がありません。科学的根拠。は、米国の会社に厳重管理されています。